写真拡大 JRA の丸山元気機種30、身を根本が新型コロナウイルスに感染したことが1日、JRA から発表された JRA 機種のコロナ感染は初めて、第21回サマーチャンピオン、デコパのキッキングに騎乗するため、佐賀競馬場を遠征した日本騎手クラブ会長の竹豊騎手は、JRA 騎手に初めて感染者が出て驚いています。今週末に向けて、今後をさらに対策を厳しくして、安全安心な競馬開催に努めていきたい、と語った。サマーチャンピオンに騎乗予定だった JRA 所属の幸井秀明、福永雄一、松山博士平の3騎手が、丸山騎手が騎乗していた8月28、29日の新潟競馬に参戦していたため、感染防止対策の一環として、レース当日に地元の騎手に乗り代わりになる措置が取られた。武豊騎手は先週末は札幌競馬で騎乗しており、JRA の騎手としてただ1人佐賀に遠征した。